はいえー、ではですねえー、今年度の、えー、法律実務基礎科目についてのまあ解説講義を行わせていただきますえー、とこれからはですねえー、と私長野が担当しますのでよろしくお願いしますで、えー、ちょうどあの時間の配分なんですけれどもえー、とこれからですね、えー、私が1時間、えー、まあ弱程度まあ時間がありますので。 でそれでまあ実務基礎科目が、えー、民事と刑事、まあ、それぞれあるわけですからおおむね,ですね、えー、30分、30分というところで話をします。であと、えー、今回の、えー、この実務基礎科目のまあ解説講義ですけれども、まあ、皆さん、ですね、えー、今年受けられてでこれから先ですけれども口、まあ、述であるとか、まあ、そういったところをです、ねまあ、いろいろこう 控えていますので、まああの、論文の解説、それにとどまらず、まあ、口述なんかでもこのあたりがよく聞かれるなというところもすべて、えー、解説として行えればと思っています、はいえー。じゃあ、中身の方に入っていきましょう。えー、とまず民事系ですね。す、え、で、ー、にもう、あのレジュメの方が、えー、言っているかと思いますけれども。 まず、レジュメの問題の方を見てください。えー、と今回の民事系の問題ですけれども、えー、説問がですね、えー、全部でまあ4つついていまして、でこれ、それぞれですね、今回のまあ傾向としましては、ま,あ、まずはあの典型的といいますか、まあ、そんなにですね1から4まですべて気をてらったような問題はなかったですし、 まあ例年通りの過去問をですね、えー、ちゃんとやってれば、まあちゃんと解けたかなという印象があります。まあですから難易度とい、あの全体の難易度としてはですね、まあおおむね、まあ例年通り、まあそこより若干シンプル、まあ要は難易度が若干下がるかなぐらいです。じゃあ、えっ、ー、と、出題傾向と、あとはまあ 回答内容です、ね、見ていきますけども、えー、ともう皆さん、一回これあの、受けてもらっていることを前提にしますんで、えー、特段、もうあの問題文の読み上げとかです、ねあの、細かいところはもうあの割愛しまして、でせっかくまあ30分しかありませんので、えー、時間をで,す、ねまあ、できる限り、えー、解説の方と、えー、それと今後の、まあ、口述であるとか、まあ、そういったものを見据えた話の方に振っていきます。 じゃあ、えーと、見ていきましょうか。ま,あ、まずは、説問の1番ですね。あのいわゆる、えー、訴訟物についての問題、えー、これが、えー、説問1の、えー、まず、ですあとは、まあ、まず説問1番、ちょっと概略だけ、えー、ざっと見ておきますけれども、えー、説問1のまず、括弧1が訴訟物、でえー、括弧2、まあ、証問の2がです、ねえー、請求の趣旨。 でそれから、えー、仮執行に流れまして、で最後の証文4番が、えー、要件事実ということになっています。でまあ、正直、もうほぼほぼですね、えー、例年、まあ、正規の首相を書けとか、えー、訴訟物何かとか、あとはまあ要件事実、えー、これらにつきましてはもうすべてもう定番中の定番ですので、えー、ここでちょっとでもミスるというのは、まあ、だいぶ痛いですし、 まあ正直過去問の検討がまあなかなか進んでないなということになりますね。であとあのこれ口述なんかでもそうなんですけどもあの通常ですねあのまあ論文にしてもあのまあ口述にしてもですねこうある程度ファジーなところって残りますよね。まあ、要はあのまあ判例の規範を持ってくるにしてもあるいは何か答えるにしてもこう 一時一句きっちりその通りに判例通りに答えられた間違いかっていうとそうはならないじゃないですかまあ多少はこう噛み砕いて要するにこういうことですっていうのであの答えになるんですけどもあの訴訟物とえそれと要件事実まあこのえ説明一番で聞かれてる内容ですねえここは一時一句あってないと罰になりますまあなのでえここはですねもう答える時は もう完全回答と言いますか。あの、聞かれて、ちょっとまあワンクッション時間置いてでもいいんで、まあここはもう一言一句、まず間違いなく完璧な答えをしてください。あの、うかすなこと言うとまたそれで突っ込みが入ったりとか、あとまあ論文の場合はこれ罰がついたり減点されたりってことになります。はい、えー、じゃあ、えー、まずは消耗の一番見ていきますけども、えー、弁護士 P。 ま、要は X の訴訟代理人ですね。えー、これが、えー、この訴訟において、えー、X の希望を実現するために、何を訴訟物として記載するのか。で、まあ、当然ですね。えー、これ X の希望通りにしないといけませんので、えー、じゃあ X は何を求めてるかと言いますと、えー、問題文ですね。えー、そこの、 え下から3行目ですかねえっとそこにですね Y に対して低等権設定登記の抹消手続きを求めたいっていうことがもうここに書かれているわけですえそうしましたらえ当然ですねまあ要求するべきものとしましては低等権 これを何とかしたいと、登記を何とかしたいということなので、求めるべきものとしましては、定当権設定登記抹消登記請求権ということになります。これが求めるものです。ただし、これ、訴訟物は何かですから、訴訟物としましては、一体どのような原因によって、その権利が発生しているのか、それによって特定されないと、 ここれは何ののとかか全く分かりませんのでそれでいきますとえ XY 間には何ら契約関係などありませんのでそうするとこれは訴訟物としては所有権に基づく妨害排除請求権としての定当権設定登記抹消登記請求権ってことになりますこれが正解ですで えここで間違えやすいのが、えー、訴訟物のところで、抵等権設定登記、抹消登記、手続き請求権と。あのここで、訴訟物のところで手続きって入れてしまう人いますけども、それは間違いですよね、明らかに。な、え、ん、ー、でかって言いますと、あの訴訟物それ自体は要、は要は請求するべきことは、えー、登記を抹消しろなわけです。でただし この抹消登記をする権限はそれは当然被告側にはないので一般指針ですからあくまでも登記官がやる話ですからなのでここで請求の趣旨ですね、括弧2番被告に対して何を要求するかというレベルになりましたらそしたらですね被告は抹消登記手続きをせよということになるわけです。 でここをあの本当にもう逆に書く人ものすごく多いので、えー、ここ本当に注意が必要ですね。で、間違っちゃうと、もう当然、罰がつきます。まあ、ということで、えー、請求の趣旨とか訴訟物とか要件事実、えー、ここがしょっちゅう出て、わ、ま、り、あ、と品質なんで皆さん、えー、対策してると思いますけども、意外と怖い分野だということは知っておいてください。であと次です。 えと今度、証文3の方に行きます。えー、仮執行宣言ですね、えー。この申し立てはしなかった。で、えー、それがなぜかという話になっています。で、えーまあ、これもですね、比較的有名な話ですし、あとはまあ、あの民実におきましては、まあ、論文でも口実でもですね、あの 執行このあたりはもうほぼほぼです、ねえー、毎年出るところですので、まあ、若干ちょっとこれはです、ね、仮執行宣言というところなのでやや通常のものとは違うというか、まあ、一般的な過去問としては、まあ、例えばですねあの保全で、えー、なんかこう占有移されると困るんで占有点禁止の仮処分を求めるとか。 なんかそんなふうなものが多いですけども、まあ若干ちょっとマ,マニアックかもしれませんけどね。まあ執行補全っていうのは一塊で、まあ,あのちゃんとやっといてほしいところなので、えー、これも正解するべきですね。多分このあたりで正答率が、まあ、5割、6割ぐらいになりそうなので、まあ大体こういうところで、えー、結構差がつきますよね。でちなみに、えー、これ答え。 としましまて、えー、なぜ、彼氏執行宣言の妄想をしないかですけども、あのそもそもこれ、抹消登記っていうものにつきましては、えー、これも裁判で勝ちさえすればですね、まあ、要はもう、催名義もらえさえすれば、えー、それでも意思表示が犠牲されるわけです。まあ、特段ですね、あの何かほか、えー、に手続きいるわけでもなく。 まあ再名義さえもらえばあとはもうそれで普通に登記もできるわけですからあ手続きですね招、まあ、登記の手続きも、えー、従いましてあの原告の請求を執行するっていう概念がそもそもないんですよもう再名義もらえさえすればあとはそれ持ってあの法務局行くだけで済むんで、えー、従いまして、えー、そもそも執行が、えー、観念できない以上は、えー、仮に執行するってことも 当然できないわけですね。まあ、従いまして、仮執行宣言というのは、付すことができないということになっています。まあ、だから、これとは違いまして、あの執行を前提にするもの、まあ、例えば金銭債権とかであれば、であれば当然にです、ね、あの仮執行宣言とか、あの普通今つけてもらったりしますよね。はいえー、では、質、えー、問1の最後。 カッコ4番ですけれども、えー、弁護士 P は、えー、訴状において請求を理由づける事実として「えー、あ」から「う」の事実、えー、ここを記載したとじゃあ、えー、ここで「丸一丸二ですね、えー、これは何かっていう話ですで当然ですけれどもあの請求を理由づける事実というものは、えー、原告側が 主張すする訴訟物ですねこれを満足にならしめる事実になりますので当然訴訟物との絡みで要件事実ってものは決まってくるわけですで今回の訴訟物は所有権に基づく妨害排除請求権で抵等権の設定登記の抹消登記を求めるわけですから従いまして そこでの要件事実、まあ、妨害排除の要件事実としましては、えー、当然ですね、えー、原告所有、それと、被告占有ですね。で、まあ、これ、あの、まあ、明け渡しとか、えー、そういったまあ占有排除を求める場合であるならば、まあ、今みたいに、えー、原告所有、被告占有と。で、今回は、 抵当、えー、権の登記があるということで、えー、妨害されているというものですから、まあ、具体的な事実としましては原告が所有、えー、そして被告の方が登記をすることで、まあ、妨害がなされているとしたがいまして登記が損するということを主張すれば大丈夫ですじゃあ、えー、その感覚で あいうですね、えー、この3つ見ていきますと、えー、ここでですね通常の、えー、所有というふうな言葉ばづかいと違いまして、えー、まず、あのところで、令和2年5月1日当時、A がですね、コ土地を所有していたということになっています。で、なんでこんなふうな持って回ったイマシしになっているかといいますと、 そもそもこれ X の相談内容を見る限り所有者が一体誰なのかってところについてこれ争いが想定されるわけですね要は依頼者 A としましてはこれ自分の所有物だって言ってますけども名義上ですね所有者が B になってしまっているわけですそうすると自分に所有権があるんだ ということにつきましては、えー、これ争いがないところには遡りましてそこから A が所有権を取得したんだというところを主張しないといけないと。であれば、えー、まず A ですね。えー、令和2年5月1日で A が高所有でその後丸、えー、1番ここで A の所有権の取得原因を述べるわけです。 で、今回ですね、え、X の相談内容のところの二段落目、え、そちらの方にですね、令和2年5月1日、A から代金500万で、え、買ったということが、まあ、述べられています。で、えっ、ー、と、売買の要件事実ってものは、え、これですね、いつ、何を、誰が誰に、というふうなものでしたね。 であとは、えー、売買につきましては、えー、これは所有権を移転させるってことですけども、あの、贈与との違いを、えー、ちゃんと明らかにしないといけませんので、代金いくらでということも要件事実に仕込まれましたね、えー。従いまして、えー、今回の1、えー、そこで答えるべき内容としましては、えー、まず、e、いのところ、A はと。 で、ここからが丸打の内容になりまして、いつ、えー、令和2年の5月1日、何を、高土地を、誰に、X に、で、いくらで、代金500万で売ったと。えー、ここまでが要件事実になります。で、ちなみに、えー、令和2年5月1日、いつっていうものは、えー、これはその売買を特定する趣旨ですね。えー、本来であれば、 誰が誰に何を売ったいくらででいいんですけども、えー、当然これ要件事実としましてはそれがいつのことであって、えー、売買がなされたのかとそこで特定がなされるわけですから、えー、時間軸これも必要ですあとは次が丸二番でコ、えート地について被告の妨害が存在していること まあ場合によってはこれ占有だったりとか、登記だったりとか、まあもろもろですね。で、今回は、登記の抹消請求になりますんで、Y を名義人とする、定当権設定登記が損すると。そこをですね、述べれば結構です。で、ちなみに、あの、まあ、実際の、まあ、訴状とかですと、あのー、 まあよくです、ね、別紙登記目録記載の登記が損するとか、まあ、そんなふうに書いたりしますけども、まあ、今回はあの、まあ、問題文の方で本件定当権設定登記と略するということがもう書いてありますので、えー、従いまして、まあ、それに乗っかる形で、えー、Y 名義の本件定当権設定登記が存在するということで十分です。 はいえー、以上がですね、えー、質問一番の話でした。まあ、ちょっとこれ、あの時間だいぶかけて、あのゆっくり説明しましたけども、あの本当にですね、えー、この訴訟物、要件事実、あるいは、えー、執行保全、えー、ここは本当にも基本中の基本で、毎年のように出てきますし、あと、口述でも、ですね、まあ、本当にも聞かれない年はありませんので、えー、ここはもう基本中の基本だということです。はいえー、じゃあ これから次ですね。まあ、ちょっと時間との兼ねもありますんで、あとは大事なところをピックアップしつつ、えー、メリハリ付けながらですね、見ていきましょうか。えー、説問の2番です。えー、と、まずですね、えー、説問2の、えーまあこれも証文1、証文に分かれてますけども、えー、証文のまず1ですね。 でこれもしょっちゅうきますよね。あの、まあちょっと問題文の1行目のところですけども、括弧1の。えー、まず、1で、えー、弁護士 Q は Y の相談内容、をスモール A の言い分を訴訟の公弁として、えー、主張するのかっていう話です。で、えー、さらに、2。 まあ、公弁として主張するならば、どの公弁になるのか、えー、そうじゃないんだったらその理由をというものですけども、えー、もうこれもですね、本当に毎年出る問題で、公弁なのか否認なのか、もう本当それだけですね。要は、公弁というものは、相手の請求と両立をする、そして、えー、被告の方がですね、有利な事実。 まあ、例えば、えー、神戸には、えー、権利消滅自由があったりとか、阻止自由があったりとか、まあ、いろいろありますけども。で、えー、今回、スモール A の事実としましては、えー、これですねあの、何言ってんのかって言いますと、えー、これ、思いっきりですね、相手方の主張する事実と、ぶつかることを言ってますよね。 要はこれスモール A 土地買ったのは X じゃなくて原告じゃなくてあの B なんだってことを言ってるわけです。他方ですね、えー、原告の方は A から自分が買ったんだってことを言ってますんで、えー、これは相手方の主張と、えー、ぶつかる両立しないそして相手の請求を否定するということになりますからまあしたがってこれは否認ということになります。 まあなので、えー、答え方としましては、えー、そもそも否認と抗弁のまず定義、えー、そこを書いてで今回の、えー、この土地を誰かが買ったのかということについては、えー、否認に該当するという規範当てはめができていれば、えー、それで満点がきます、まあ、ここはですねあのちょっと焦ってるとついミスりやすいところですね、まあ、特に口述なんかで聞かれると、まあ、結構な方がポロポロ あのフリーズしたりしますんで、えー、そこはもう十分気をつけてください、はいえー、じゃあ次、えー、今度は証文2です、えー、被告側の方の弁護士 Q ですけども、えー、今度スモール B ですね、えー、そこで答弁書において今度は公弁として、えー、主張をしたとでそこで「1、えー」丸一「2」に入る言葉をかけ ですまあ、これももうあの典型的な要件事実に関する問題だということになります。でもうちょっとこれあの答えですね、もう言っときますと、えー、とまず一に入るもの、本件定当権設定契約当時、公土地に B 名義で 所有権移転登記は経由されていたと。で、えー、その定当権設定登記が原告、X の意思に基づくもの。えー、そして、今度、おですね。えー、y は本権定当権設定契約当時、えー、今度、X、A、および B が相談した結果。 えー、B 名義の所有権移転登記がなされたことを知らなかったと、えー、結局まあそういうことになりますで、えー、これがまあ抗弁ですねでこういうふうにあの本当も要件事実もう本当しょっちゅうしょっちゅうなので、えー、ここを要注意だということです あとは、えーまあ、ローマ数字の2番の方ですね、えー、これ、スモール b に関する公弁を主張するために、上記 a の事実を主張した理由を簡潔にと。まあ、正直、これもですねあのいわゆるあの94条の問題だということなので、まあ、ここはもういいでしょう。まあ、本当にもう典型論点だということです。じゃあ、次ですね、えー、この説問の3番に移ります。 で、これ結構間違うというか、あの、出てこなかった人多いと思います、ここが。これは、あの、勉強していても、ついこう、なんでしょうね、急いでると言いますか、えー、緊張状態ですと、えー、パッと出てこないんですよ。で、これ、あの、どういうことかっていいますと、まあ、もともとですね、この説問3のまず、かっこ1、えー、これ、再々答弁、被告側のと。 いうことですけども、えー、これは、まあ、当然これお金払われてますんで、えー、っとスモール A の、えー、一段落目の、まあ、Y の相談内容ですね一段落目の下から2行目、えー、令和4年12月1日に100万弁済で、えー、令和7年12月25日に200万弁済ということになってますんで、まあ、それぞれこれ、えー、払ってますよね えー、となりますと、えー、これは時効が更新されたんじゃないかというふうなことを当然公弁として主張することになります、まあ、これは、えー、消滅事項の最高弁に対する再々抗弁ですのでまあそこまではまあ普通にわかりますよねじゃあ、えー、その設問三の3行目のところですけども Y の相談内容を前提として 二つの再々公弁を検討したと。二つもあんのかと思うかもしれませんが、えー、それが今読み上げました、令和4年の弁済と、令和7年の弁済です。まあ正直ここ、あの、勉強してる人ほどですね。まあ要は、もう時効の更新っていうのが、令和4年になされてるんで、もうそれ以外ないじゃないって思ってですね。えー、なんかもう、 それ以上頭がこう続かないといいますかなんかこう突っ込めないっていう人いたかもしれませんけどまあこれもパターンとしてはありうるパターンですね要は過剰主張といいますかあの今回のものは令和4年12月1日に100万弁済したんだからえだからもうこれで事故が更新されていてえ現時点でもえ消滅時効は完成しないということが言えさえすればいいので。 あとはもうこれ訴訟になってますんで、訴訟中にあの時効期間満了ってありえないんですからね、絶対に。従って、令和7年の方の弁済っていうのは、これは単なる過剰主張ですから、従って無意味な主張としまして、それ自体執刀だということになります。ということで、ここに何でしょうね行き着かなかった人いるかもしれませんけど、当たり前すぎて。 まあ一応ヒントとしては、えー、説問3番の2行目、えー、消滅事項の再高弁を主張したっていうことがありまして、で、その消滅事項の再高弁に対して、2つの再再公弁を検討したんですから。まあ当然消あ、消滅事項の再高弁、あ、消滅事項のですね、再公弁に対しては、まあ、もう完成猶予、あるいは更新、ぐらいしかないですよね。 まあそこで、えー、ちゃんとピックアップできたかってことが重要です。まあ、ちょっとここはあの落とした人いるかもしれないです。で、あとは次、説、えー、問4。まあ、ここはですね、もう、あの、いわゆる、まあ、何でしょう、準備書面書くですけども、まあ、こちら側の方に、えー、有利な間接事実。 えー、そして相手方の方に有利な間接事実を攻撃する、えーまあ、これだけですし、まあ、特段ですね、えー、何か引っかかるようなところもありませんので、えー、ここはもう時間の関係もありますから割愛しましょう。まあ割とここはあの普通のですねあの民法の論文とか、えー、普通に書ける人であれならば、えー、何ら問題ないかと思います。はいえー、以上がですね、えー いわゆる民事系でしたでここまで、えー、一通り見てわかるとおり、まあ、今年の、えー、この民事系の問題はですねすべ、えー、て、えー、例年通りと言いますか、えー、だいぶシンプルな問題が多かったです、まあ、特に初めて聞いた知識もありませんし、えー、従前の過去問からですね逸脱するような、えー、難しいなとかいうこともありませんでしたし、まあ、実際あの、まあ、私もこの問題ですね あの速報を作るときに、あの私もずっと立ち会って、あの問題解いて、いろいろ議論してってことをやったんですけども、まあ大体ですね、あのまあ当然みんな予備の合格者ですけども、あのその中で、なんか回答が大きく割れるとか、なんかこう疑義が生ずるとか、まあそういうことはなかったですね。まあ、非常にこうシンプルな年度でした。はいえー、では次。 今度は刑事系の方に移っていきます。で、えっ、ー、と、刑事系もですね、あの、まあ、非常に、まあ、シンプルといいますか、まあ、例年通りですね。まあ、特に、あの、まあ、まずちょっと概略だけ見ていきますけども、まず、質問の一番ですね。 これがいわゆる犯人性を推認させる間接事実。で、まあ、それによってですね、あの証拠が持つ、いわゆる推認力、証明力、えー、そういったものに関する問題が、説問の1。あとは、えー、説問の2、えー。いわゆるこれはですね、あの証拠開示請求、まあ、累計証拠開示とか、えー、そういうふうなものを聞いたことがある。 と思いますす当然にですねえそれに関する問題、これもしょっちゅうしょっちゅう出ますので、ちゃんとえ条文をえきっちりこう見つけることができるのかというところが、もうほぼすべてのポイントですね。意外とですね、公判前整理手続きってあのものすごいよく出るじゃないですか。出るのに、毎回毎回ですね、 あの引っ張ってくる条文間違うっていうパターンってものすごい多いんですよ。で本当にもう公判前はあの条文ちゃんと読んで,でそれでまあ検察官がまあ証拠を出してきてでそれが何かこうなんか変だなって思ったらこう弁護人としてはですね累計証拠事示やってあとはほかに弁護人がまあ主張したいことがあれば主張関連とかですねそういうところでまた証拠を請求したりとかそういう流れさえ分かっていれば あのそうそう間違いないんですよ。なので、とにかく一回、まあ、流れをちゃんと踏まえて、でそのところどころの条文を、えー、まずちゃんと読んどけば、えー、よほどです、ね、あのミ,スなミスをしない限りは、まあ、点数きますんで、ちょっとそこだけあの注意をしておいてください。はい、で、あと次ですね、えー、この説問の3番。 ですけどもまあこれはもう典型的な伝文ですね。で、えー、まあ伝文につきましてはまあ当然ですけどもあのまあ口実だろうがあるいは今後皆さんが受ける、えー、司法試験ですね、えー、そこでももうあのほぼほぼ毎年出ますんでよほど例外ながない限りは。えー、質問3番でミス た方は十分、えー、復習が必要ですねあと最後、説問4番。えー、意外と、まあ、なんでしょうね、えー、この辺り、ちょっと軽く考えてる人いるかもしれませんけど、なんだかんだで、えー、この辺りよく出ます。まあ、要は身柄解放ですね、身柄拘束からの自由と。で、おそらくですけども、 あのもうこれ被告人段階なので保釈はもうすぐ出てきたと思うんですよねで、えー、保釈はもう必須です逆に保釈が出てこなかった人やばいと思った方がいいですで若干まあ少しマイナーかなっていうところであの交流取り消しですねあとはさらにもうちょっとマニアックになるのが、えー、交流の執行停止っていうことになります ちなみに私は結構刑事事件やってますけど、とても保釈はもうしょっちゅうしょっちゅうです、ね、あのやりますけども、交流取り消しはごくごく稀ですね、たまにしかないです。何十件ってやってもです、ね、交流の執行停止っていうのは、まあ、そんな事案がないんで、そもそも、あのお葬式がとかですね、そういうレギュラーが起きない限りは普通やらないんで、まあ、これまでやったことないんですけどね。まあ、ということで、 ちょっと細かい手続きもありましてあと、若干ですね、えー、条文が、えー、87がまあ交流取り消しで,で89、90、えー、このあたりがまあ保釈、まあ、それで交流の執行停止だけ95とか、まあ、ちょっと飛んだりしますんであので6本を見てるときにこう気づかなかったかもしれませんけど、まあ、一応、この3つですねあのカテゴリーとしてもう丸々覚えた方がいいです。 まあなんだかんだ口述とかでも、えー、これ、なんとか一瞬でいいから、このお葬式に出たいから、どういうふうな手段考えられるとかですね、あのそういうことも普通に聞かれることが予想されますんで、はい、えー、じゃあ、中身の方一個一個見ていきましょうか。でちなみに、のこの刑事実務でやるようなことも、 あと民事実務でやるようなことも、これ全部あれですよね、あの収集の前倒しですよね。で、大体収集でもずっとこういうことばっかりやってますんで、まあ、今のうちにやっとくとですね、口述も楽ですし、まあ、収集しったときに楽ですし、まあ、2回試験とかもですね、あの全然この貯金があると、すごい楽に進みますんで、まあ、今のうちにやっとくことを強くお勧めはします。 まあ、やっとくことでメリットしかないですからね。あの、多少時間持ってかれるってことはありますけども。まあ、これによって、あの、係争、あるいは実体法の刑法なんかも得意になるでしょうし。じゃあ、えっ、ー、と、説問の1から見ていきます。えー、まず、説問の1の括弧1、証文1ですね。えっ、ー、と、河川部あについてです。で、 えー、この下線部はっていうのは何かって言いますと、えー、事実としては2番ですね。えー、問題文の2ページ目です、えー。ちょっと前後だけ軽く確認しておきますけども、えー、検察官の P は司法警察員 K からの相談に対して、えー、こっからが A です。A が V を死亡させた犯人であること、まあ、犯人性について、 証拠三のような有力な証拠はあるけれどもこれら証拠に基づいて認められる間接事実の推移力は十分ではないとじゃあ証拠三って何なのかって言いますと事例の上の方の括弧三ですね。まあ、要は指紋遺留された指紋のうち、まあ、被疑者 A の指紋と一致したものがあったと。 えまあ5点のうち1点ですね、えー、これが有力な証拠というふうに計察が考えているわけです、えー、ですが検察官としてはですね、えー、この証拠っていうのは、まあ、あくまで限定的なものであってまあ数二力がそんなに強くはないなというふうに思っているわけですまあ普通の感覚からするとそうでしょうね でこなんでかと言いますと、あ,のあくまでも、まあ、これもあの皆さん、インプットでやったかもしれませんけども、犯人性の推定っていうのは、要は、えー、その犯行日時、犯行が実際になされたっていうものと、近接する時間、あるいは同時刻に、その場所にいた。えー、これで1個、まあ、犯人性の推,定、まああの推定できる事実になりますけども。 ただ、それって、えー、ものすごい弱いわけですよね。あの犯人性の推定する事実っていろいろあるじゃないですか。まあ、ちょっと今回とは違いますけど、例えばですよ例えば、えー、窃盗とかでしたら、えー、被害品の近接所持とかありますよね。あとは、えー、例えば、あのーまあ、それこそ準現行犯逮捕でやりますけども、えー、なんかものすごい返り血を浴びてるとか、なんか包丁凶器として使われた包丁を手に持ってるとかですね。 いい、まあ、いろいろ強もものありますけどもじゃあ現場にいたんだっていうのはどれぐらい強いかっていうと正直そんな強くないんですよ。でちなみにこれ皆さんあの、まあ、もう文章を書くともないと思いますけども、まあ、収集とか言った時にですね「あの犯人性を書け」みたいな「睡眠過程やれ」みたいなありますけどだと 3, 3つとか4つとか書きますけども睡眠力が強い順から書いていくんですよね大体。 で推理力強い順から書いていきますんであの一番大体いい下の方に来るのはあの犯人がその犯行当時、えー、その現場近くにいて犯行が可能であった、まあ、今回もそうですけども、まあ、だいぶ下の方に来ますあと犯行動機なんかもですね、えー、だいぶ下の方に来るんですよ要は犯人がお金に困っていたとかですね、まあ、正直 あのお金が欲しいっていうのはもう誰だってそうじゃないですかみんなあとあの近くにいたから犯人,の、まあ、犯人である可能性があるって言っちゃうともうそれこそもう何だったりですよねじゃあ例えば痴漢事件とかで、えー、その車両にいれば誰だって犯人なのかって話になるじゃないですか、まあ、なのであの犯行可能だったっていうのは割と強くないですで今回のこの指紋 えー、これは一体どういうことが数認できるかですけどもあの一応ですね証拠,、えー5えー、証拠の丸五番証拠の丸五番で、えー、そこの下から3行目えっ、ー、と B のあの供述としまして外出する前に午後1時45分頃 全体を渡って透け掃除をしたんだと。というわけで、指紋がくっついたとするならば、一番最後の行ですね。2時ごろ外出をしてから、9時45分ごろに帰るまでの間だろうと。ということは、この指紋がくっついてるってことの推移力、これから何がわかるかと言いますと、要はこの被疑者が、 午後2時以降、午後9時45分までの間、その間に、この家の応接テーブル、そこに触ったと。まあ、要はもう、あの、家を訪問したぐらいですね。じゃあ、今回は、え、これ、公正要件事実としては何を立証しないといけないかって言いますと、要はこの被疑者が、 えこの V ですねこれを刃物で刺して殺したですさすがにこれ遠すぎますねなのでこれは数人力が弱いってことになるんで、えー、これだけではちょっと厳しいなということになるわけですで他方をえー括弧えー、これ事実の3番のところの話ですけども え、証拠07から011。え、そこに基づいて認められる事実が加わった。これが加われば、え、犯人性が十分、もう数人できるんじゃないかというふうに検察官は考えるわけです。これは正しいですね。確かに、え、7から11まで加わりますと、え、これは相当強いです。で、え、これは何をどういうふうに組み合わせていくのかですけれども、 えっと、まず今回ですね。えこの1から6に加えて、え7から11ですので、えまず、前提としまして、えこれ、丸四番がまずあります。えまず丸四番としまして、えこれ、司法解剖医の供述力書。で、基本的に、あの、まあ、 公術試験でも2回試験でもまあ何でもそうですけども、えー、とお医者さんは嘘つかないっていうのでもう決め打ちで OK です。まあ、実際裁判実務なんかでもその傾向ありますけどね基本的にお医者さんは嘘つかないともう全面的に信用すると。で、丸四番見ていきますと、えー、死因がですね、えーこの刺,しまあ、刺されたことによって失血死 で、どんなふうな刃物かって言いますと、2行目ですね。刃の長さが15センチ以上。で、えー、片刃。そこで1回一つされて、ほぼ即死。ということを言っています。でですね、あの、基本的にこの犯人性の推定の書き方っていうのは何やるかって言いますと、犯人は、今、今みたいにです今みたいに、犯人は、 1 5ンチ以上の刃物で1回1つして刺し殺した。で、他方、被疑者になっている A。A もこの刃物を持っていて、それで刺していると。で、一致する。だから A と犯人はイコールなんだっていう。要は、犯人はこういう人、犯人はこういう人、犯人はこういう人っていうふうに。まず、確かな事実をばーっと書いて、でそこに、 A が当てはまる A が当てはまる A が当てはまるというのを繰り返してそれで犯人性一致すると推定が完成したという流れになりますそうしましたら今回ですね犯人が1 5ンチ以上の刃物で刺して殺しているとじゃあ他方で A はどうなのかですそこが7番以降ですね で、えぇ、A の、えぇ、証拠丸7です。で、えぇ、証拠丸7、えぇ、これを見ていきますと、えぇ、A がですね、ま、あこの V を指して、で、それをですね、えぇ、3行目、ま、あ高校近くの M 県 N 市、えぇ、まあ、どこそこの竹やぶに投げ捨てたと。 で、えー、そこを探しましたら、証拠の丸9、まあ、実際に、えー、15.5センチの片刃のナイフが発見されて、えー、この証拠10、えー、そこについた血痕、まあ、これは被害者 V と一致したと、えー。そうするとこれですね、何が言えるかと言いますと、犯人が 15センチ以上のナイフで刺して殺した。えー、そしてそのナイフについては、A が竹やぶに投げ捨てたナイフであると。ってことは、犯人と A は同一人物であると。いうふうなの、え、ね、流れですね。そこで数人が可能になります。で、さらに、えー、この A が確かに投げ捨てたナイフであるということは、 A の供述投げ捨てたところそこと実際に発見された場所が同じでさらにはどこに投げ捨てたのか当然これは犯人しか知り得ない事実ここまで加えるともう A= イコール犯人だというふうに同一性を認定して構わないわけですね。 でさらに、えー、ダメ押しここでダメ押しで使えるものが、えー、犯行可能性です、えー、これがさっきの指紋ですねでこれが加わったことによって、えー、A が犯行が、まあ、A イコール犯人であるということがもう証明されたと、まあ、ここまでできればもう普通それを覆すってことはまあ無理でしょうねはい、えー、いいですかね こういうふうにあの、犯人性の推定っていうのは、えー、まずちゃんと犯人像、犯人が何やったかっていうところを固めて、でそこと A を比較して、どれぐらい一致するかっていうことです。まあ、基本的には、あの口述なんかでもあの、犯人性の推定にどういう事実が使えるかとか、まあ、あの聞かれるかもしれませんから、えー、そこの推認過程ですね、えー、そこはちゃんと覚えてください。 はいえー、では次です。えー、この接問の2番ですね。あの今回ですねあの、犯行がなされたであろう地獄、えー、そこに、えー、通行人がまあ近くにいまして、まあ、これが W2 ですけど、えー、証拠でいくと14番ですかね。 この14番の W2 がですね、まあこう言い争っているところを聞こえて、まあしかも、なんかこうもう、他の供述も大体一致するわけですよね。長年働いてきたとかですね。まあ逆に、え、ろくに働きもしないくせにとかですね。まあということで、え、この A と V の人間関係を、まあきっちりこう、あら、こう表すような、そうい怒鳴り合いがなされていると。 でなりますと、えー、やはりここでですね、えーまあ、いわゆる犯行動機といいますか、えー、ここで、えー、再雇用を求めていったんだけども、えー、怒鳴られて激高して殺したっていう、まあ、検察官のストーリーが出来上がるわけです。で、そうするとですね、えー、なんとかこれを、えー、弾劾しないといけませんから、弁護人としましては。えー、したがってて、えー、証拠に対して これをどのように扱うのか意見述べるのか。でもちろん、えー、これそれを考えるにあたっては W2 の証言のこう信用性といいますかね、えー、それをまあ当然加味しないといけませんので。ってなりますと他にえ何かこう物音を聞いた人がいるのかどうなのかと。まあ、当然そこにはあの思考を変えるといいますかね、えー、頭が映りますよね。 とということで、えー、検察官に対して、えー、何か他にあるなら出してくれということを言います。これは何かと言いますと、えー、検察官が、えー、証,明しよう証拠によって証明しようとする事実、えー、これに対して、まあ、こうそれをです、ねえー、反論したりなんだりというふうな事実、えー、そのための証拠ですので、えー、これはもう当然ですね累計証拠開示請求ということになります。 まあ当たり前ですけども、あの検察官はです、ね、あの自分に有利な証拠しか出してきませんからね、あの弁護人の方がこれ、黙ってたら、あのもう本当、不利な証拠だけであの裁判は続いていきますんで、あのまあ、当然、公判前当たり前ですけども、えー、公判前じゃない、あの普通の訴訟だったとしましても、まあ、当然、まあ、普通の公判だったとしましても、えー、ちゃんと証拠開示はしないとだめだと。 じゃあ、えっ、ー、と、具体的にこれどういうふうな理由になるかですけども、まあ、累計証拠開示なんで、えー、316条の15ですね。で、これ、えー、検察官の請求証拠、まあ、特にこの、えー、証拠14と同じ内容である証拠15ですね。えー、それの、 まあ証拠力、証明力、これを争うわけですから、えー、そうしましたら、これ、被告人の防御のために、えー、必要性が高いんだということで、まあ、論白の対象になるんだと、えー、したがって、これは316の15、えー、そこの1項6号ですね、えー、そこで証拠開示することになります。 で当たり前ですけれども、累計証拠開示にしても何にしても、えー、情報の根拠を示せんと言われますので、えー、これは絶対必要です。まあ、本当にもう、公判税、えー、ここは必須ですので、えー、口述に向けても、えー、ちゃんとですね、復習しておいてください。で、これに対して、えー、この括弧2、えー、この累計証拠開示請求に対しまして、 証拠六を開示をしたとまあこれはまあ当然でしょうね。でまあ何でかって言いますとあのまあ普通にまああの客観的にどう見たってこれ1項6号に該当するなってことは明らかなわけです。 でさらに、えー、この W2 の供述、えー、そこに何、えー、かおかしいところがないかと、矛盾とかないかというところを理解するためには、判断するためには、えー、当然ですね、えー、この証拠6番、えー、これも必要ですよね。でさらに、えー、この証言、えー、これ W2 の証言というのは、これ、犯行動機とか、えー、そのあたりを判断する上で、かなり重要ですので、 えー、従いまして、まあ、要件としての重要性、えー、これも当然認められまして、あと W1 の証拠開示したとしましても、えー、特段ですね、えー、なんかこう、訴訟において弊害が生ずるとか、まあ、そんなもありませんので、まあ、これはもう普通に考えて、えー、開示しなければならないものでしょう、ねはいえー。以上がですね、えー 証文の2のところでした。まあ特に今回はですね、まあ検察官が素直に応じたっていうのは、まあこの証拠6番が、えー、証拠14番と何ら矛盾しないから、そういうところもあるでしょうね。まあこれが逆にですよ。えー、例えば W2 が、なんかすごいこう、怒鳴ってるとか大声とか言ってんにもかかわらず、あのー、なんか、 W1 とかがですよなんか大きな怒鳴り声なかったとかですねあるいはかこう普通になんか談笑してる声だったとかまあそれかなんかこう怒鳴り合ってるように聞こえたけども、えー、実はあのなんかそういう方言というか地域の方言でまあ怒鳴り合ってるの聞こえるけども割と仲良さそうでしたとかですねそんなん言い始めると、えー、これ W2 の信用力っていうのがだいぶ下がりますんで証明力。 えということで、弁護人にはまあ有利ということになります。じゃあ、えっ、ー、と、次いきます。えー、今度は、説問の3番ですね。まあ、もう、こってことのですね、あの、伝文です。で、もう、本当にも繰り返しですけども、あの伝文はですね、えー、ほぼほぼ毎年、司法試験に出ますんで、 えこれ必須ですじゃあ、えー、これ、証拠排除決定、えー、するのかですけども、で一応、ここですね、設問3の問題部の方で、えー、検察官が死の証言で、どのような事実を立証しようとしているか踏まえた上えで、えー、答えなさいとありますけども、あのこれ、書いてなくても当たり前ですよね。 要はそもそも、伝文証拠ってもの自体が、あの、要証事実との関係で、その内容の真実性が問題になるのか否か、っていう言葉の定義ありますんで、まあ、当たり前ですけども、検察官の立証書士、そこをまずちゃんと聞くということは必須です。で、ちなみにこれ、実務なんかでも、あの、普通にやりますね。あの、まあ、証拠出てきて、まあ、実際にバーッとめくって、なんかこれおかしいなって思ったときに、普通に電話引っんして、 あの検察官につないでもらってで「ちょっとすいませんけどこれ立証趣旨なんですか?」って聞いてで例えばまあ何でしょうねあのこの在宅に関するものじゃなくてえ単にこう敬意を示すだけですと言われたりとかだったらその限度であるならば同意しますとかですね逆もあるんですよ要は例えばこちらがお医者さんの意見書とか出したりとかしましてそれは責任能力じゃなくて あの単に上場面であのちょっとこう裁判官に伝えたいだけですということを主張してだったらその限度で同意するとかあの相手が検察官もですねまあなのであの当然まあ伝聞に関しましてはまあ立証趣旨えこれが何かっていうところは当然あの確認するべきですでちなみにえ立証趣旨についてはまあよほど変なことがない限りは まあその立証趣旨通りですよねでその立証趣旨がどう考えてもこれ脱法行為じゃないかあの伝聞法則の先達だっていう時は、まあ、裁判所としましては実質的にですねこう真実の要所事実そこを認定して、えー、検察官の立証趣旨には必ずしも縛られないとじゃあ、えー、今回ですけれども、えー、そもそもですね この C の証人尋問で、一体こう何を主張したいのかと。で、この C の証人尋問っていうのは、えー、証拠丸7ですね。えー、なので、ちょっとその上の方を見ておきますと、えー、事実3のカッコ1です。まあ、要は、ム、え、カ、ー、ついたからナイフで刺してやったと。で、そのナイフは、えー、高校近くのどこそこに捨てた。 えー、これがまあいわゆる伝文内容ですね。ここだけがまた劇です。それ以外のところはもう全部これ普通の C の発言ですので。じゃあ、えー、これによって、えー、この検察官何を、えー、立証しようとしているのかということですけども、まあ当然ですね。えー、ここでは、えー、犯人性。まあ要は、えー、ナイフが間違いなくですね。 この A が捨てたもんだと。で、さらにより強いものは殺意と言いますかね。ムカついたから刺してやったと。で、これが真実だったらですね、このムカついたから刺してやったぞと。でしかもこれ、お医者さんの他の意見でも、あの結構な強い力が加わっていると。えー、証拠11番ですね。であれば、 ムカ、えー、ついて思いっきり強い力で一回刺して、まあ、それで殺したっていうのが推認されるわけです。というわけで当然幼少事実としましては、えー、殺意ですね、まあ、攻撃性というか、えー、なのでこれは幼少事実の関係で思いっきりこれ在体に関するものですので内容の真実性というものが完全に問題になります。 というわけで、えー、これはもう普通にですね、えー、伝聞証拠と。ですが、えー、これ、被告人以外の供述を内容とするもの。まあ、C ですね、まず。被告人以外の供述。で、その中に、えー、被告人のですね、自分の、まあ、被告人自身のですね、えー、不利益な事実の承認が内容になっていると。であれば、これは3 3、322324。 えー、この順用規定によりまして、証拠能力が認められますね。あとはもうこの条文2つに気づくかどうかだけの話になります。で、あともうちょっと時間きましたんで、えー、最後、説明4番ですね、えー。これは先ほど申し上げたように、えー、まず真っ先に気づかなきゃいけないものは、保釈です。まあ、一応、権利保釈、裁量保釈って、まあ、 あの答案の方で分けて書いてありますけども、まあ、ここはそこまでですね普通まあ,あの保釈ってやるときはあの権利保釈と裁量保釈かで普通両方書くんで、まあ、だから保釈ってやって8990って書いちゃってもいいそこはもう全然いいですで問題なのは、えー、ちゃんとですねあの交流取り消し事後的に、えー、それと勾留、えー、の執行停止ちゃんと3つでも書けるかっていうところがポイントでした まあ、ただ、ここは択一なんかでもあのやっているところですので、まあ、できれば書けてほしかったですね。はいえー、じゃあですね、えー、ちょっと時間となりましたので、えーまあ、今回の、えー、この実務基礎すべて終了ですけれども、まあ、刑事系もですね、ていうかまあ刑事系の方がむしろ書きやすかった気がしますね。あのもう例年の過去問から逸脱するところがありませんし、 あとまあ伝文なんかもあの割とシンプルなところだったので、まあ、なので、今回のところは、まあ、ミスるとちょっと他の受験生と比べて痛いかなという印象があります。はい、えじゃあ私からは以上ですお世話様ですお様した